派閥って何か悪い集団のように聞こえるけれど、同じ志を持つ者同士、新米議員が集まり勉強をする、あるいは脆弱な選挙基盤を持つ者が集まり選挙対策をしたいって考えることまで否定すべきではない。政策集団は自然にできてくると思うし、強靭な経済国家を考えたり国民に寄り添うより良い政策を立案してくれるグループ作りなら結構なことだ。ただし議員の政治資金の収支は透明にすることが前提だが、ライドシェアで存在感というが、そもそも今のタクシー業界にしたのは小泉純一郎さんが総理の時に言った2002年の道路運送法改正という規制緩和です。規制緩和によりタクシーは激増し、賃金は減り、事故は増えました。認可制を届出制にしたことで地方からタクシーがなくなることを当時懸念していたが、その通りになると、まあ運転手の数が減ったのはそもそも親父さんの性親父がぶち壊して子供が存在感を増す材料として利用する親子2代で、タクシー業界を食い物にしての仕上がる南中親子です。 KW 道路運送法を2002年改正前に戻すのがタクシー業界にとっても乗客にとっても一番いい回答なんじゃないの。タクシーが不足している時間帯とか言っても場所まで特定してるわけではないので、全ての地域場所で不足していない限り、ライドシェアの導入でタクーンちゃんの賃金が増えるならいいけど、増えるどころかお客の取り合いで賃金はより減ると思うけどね。この本は見栄えが良いのと親譲りのパフォーマンス上手、それだけではないでしょうか。もちろん代々政治家、親は総理大臣ならではの不自由さ、ご苦労はあったこととは思いますが、苦労知らずのボンボンにしか見えず、一般庶民の生活を知ろうとする努力も見られないですね。とりあえず話題性はある人かもしれませんが、日本を任せられる能力があるとは到底思えません。ただ年齢的にはこの本ぐらいの世代が軸総理に立ってほしいというのは思いますね。偏見かもしれないが、世襲議員は要注意でしょう。そもそもが税金に手財を成してきた家系であり、税金に対する思いがどの程度なのかわからない。中には国民を働き蜂かアリのようにしか考えられないものも含まれるでしょう。また上級家系で育った者に庶民の苦悩が理解できるかは謎。議員を職業としている人は正直信用できない。その立場を利用して金儲けする可能性はある。何か他の職業で成功し、その恩返しとして国民のために務められるような自分の名前にブランドを持ってる人が望ましく思う。国会議員の進化は官僚に使われることなく、官僚の能力を生かしながら手伝いして国、国民のために有益な法案を通すことだと思います。確かに人気があるのは大きな強みですが、人気選考では長持ちしないと思います。選挙に自信のない議員たちは人気のある総裁にあやかりたいでしょうが、実力のない議員は淘汰されるべきでしょう。やはり政権党の総裁は国家観を持ち、政策に強く、国を守り、国民の生活向上を第一に考えられる政治家、財務省主導での国度と失われた30年の失敗を繰り返さない、積極財政派の実力者が必要だと思います。次の通常国会で可決が見込まれる、経済安全保障セキュリティ、クリアランス制度の法制化ですが、この法整備に力を注いできた高市経済安全保障担当省の影響力が増すことを見込んだ牽制記事ですね。それにしても出てきたのが小泉進次郎氏とは、彼の資質の低さはともかく、人気の高さで大臣になった範囲が、政策勉強をこれまでしてこなかったのが、レジ袋有料化以外これといった実績を残せなかった原因。親の純一郎氏もレジ袋有料化と同じ必要のなかった郵政民営化以外関心がなかったので、政策を子に教えることもできなかったし、勉強などしなくてよいと言い切っている。したがってこの進次郎氏が親から引き継いだのはパフォーマンスだけ。高市氏も甘く見られたもんだと思っているかも。政治を変えることはこの国にとって待ったなしの状況なのは周知の事実ですが、そのために必要なことはあまりに何も考えることができない国民の数をいかに減らすかだと思います。その役割はマスコミ、教育が大きな責任を担ってます。このような記事を書き、まるで彼が優秀な政治家であるような喧伝をすることがどれほどこの国にとって危険なことなのか、それはマスコミに関わる自分たちの生活を脅かし、家族たちの未来すら閉ざす可能性すらあることを自覚するべきです。遊びで政治、マスコミが許される時代は30年前に終わっていたということを私たちはもっと早く気づかなければいけなかった。若い人たちに夢も希望も持てない社会を作らず済んだのにって猛省してます。マスコミに関わる皆様にはこの国のためになる記事を書いていただくよう切望します。もしもライドシェアを行ういなら、個人タクシーの免許を取りやすくするべき。法人タクシーに何十年の事故無違反の結果、由比が独損でひどい運転の老人個人タクシーよりも、若くから自分で車を買って一生懸命努力して個人タクシーをした方が世のためになると思う。法人タクシーが運転手の上がりをピンハネごめんなさいして発給で苦労したら良い人材なんかつまらない。
個人タクシーになるのは簡単にして、その代わり違反や悪い運転に対しての取り締まりを厳しくしたら、運転手、利用者双方にとってメリットだらけだと思う。自民党の長老議員や元派閥の親分たちが40代の若い総裁なんかさせるわけがない。大体、今の政権が評判が悪くなると次の総裁候補として何人かの名前が上がるけど、一体、誰がそういう情報を流しているのか？そうやって是評判を調べて総裁選に出したり、次の総理候補と持ち上げて何とか政権を維持しようとするが、その前に、今の疑惑をちゃんと解明しない限り、何も変わらない。進次郎さんが親父の国家論じゃなくてエネルギー論を継いで修正資本主義、憲政の新党結成に動くなら、関心を持ってもいい。でもここのところの国政権に割と関わっちゃってたし、今となってそんなに吸引力があるのかな。条件次第では最大野党現党首よりはよほど魅力的に映るけれど、それは適質的なものであって、特に自民にいるまま、あるいは外に出ても威信的なものだったら何の差別化もできない印象のような気がする。閣僚として政策の説明ができないといけないという批判はわかるが、それだけでは政策が国民に浸透しない。他方で国民を引っ張る言説やフレーズも必要。小泉家の政治家はなぜか校舎だけは得意で、彼の親父の純一郎氏もできた。それらのフレーズに批判もあったが、実際彼が首相になるかはわからないが、国民が多少であり、それを望んでいることは派閥政治が力を失うであろう。自民党政治では一定の影響力を持ち続けるだろう。政策には数値なんて大した根拠がないことなんて多々あり、取ってつけたことも多いけどね。イメージ、印象は他の政治家よりは良いけど、中身ないことは分かっているので、本当に優秀で国民のことを真剣に考えてくれるブレインのバックで支えられればね。でもそんな官僚日本にいないから、フェイクだらけで何が真実か見極めが難しい時代。今まで以上に人間としての INTGRITY 誠実さ、品位、潔白さがとても重要な時代ですね。大統領制度なら小泉息子政権はあるかもしれませんが、ありえないでしょう。何があるかこの先を決めつけるのは良くないですが、固くいくなら神奈川県知事に鞍替えして実績を残すか、外務、財務、経産大臣をするか、別に綺麗な嫁さんがいるから嫉妬しているわけでもないが、カナダの大統領は親も大統領でしたが評価高いし、そんなこと自民党が言い出したらうぶち、中曽根、福田元、まずは実績で党三役も経験しなければ、政治家は常に腐敗していくし、予算規模拡大して、弱者保護を理由にして、不正や利権のベースを拡大して、民間リソースを売却を傾けていく。今、日本に必要なのは国は働ける環境だけ整えて、経済は頑張りませんということだと思う。今のようなやり方だと資産は利子もつかず、ドルベースで評価は株価も企業の売上も下がり続ける。名目上株価や給料が上がっても意味はなく、政府の無駄遣いや異次元緩和の終了が求められる。格差などどうでもいいので、小泉政権時代の予算規模70兆円をせめてキャップとして法制化して、エッセンシャルな国のサービス以外は全てやめるのが良いと思う。どういう形でも政治に不要な税金や国債の収入を預けて良いことはない。政治をいかに否定していくかが、今後のポイントになるが、小泉議員はベノミクスという悪性を否定していくことができるだろうか。この方に恨みはないが、この方もバリバリの世襲議員。日本という国は例えばスポーツ、野球にしても一昔前は日本とメジャーの実力の差は明らかにあったが、今はどうかというと、むしろ日本の方が実力が上じゃないかと思うこともある。それはやはりすごい逸材がどんどん球界に入ってきて世代交代が起こり、今がある。一つ界は厳しい世界で、すごい選手のジュニアも実力がなければ戦力外になり引退を余儀なくされる。対する政治の世界はどうか、特段力がなくてもよほどのことがない限り引退させられることはない。代々受け継いだ地盤が当選させてくれる。日本が衰退していってる原因はこれが原因だと思う。誰がどれだけの存在感を出したとしても、同一都道府県で勝ち続けるのはこの先無価値としてほしいです。あの組織は年功序列がいらない。連続当選に上限を設定できないならば別の土地で勝負しろ。ボクシングでないが複数階級制覇してみて。こんなまともでもない政治家の多い自民党を考えれば、首相になれても良い評価を得られることはない。もちろん首相が絶対的に権力があるのならともかく、多分実力者の言いなりにならざるを得ないか、他の古株から反発されて思い通りのことを実行することはできないだろうと思う。いずれにしても世襲の少ない政界になってほしい。そうしないと庶民の願いが叶わないと思う。そのためには政治家とは決して儲かる家業ではないといった法改正を強く望む。冷静に考えても、高収入を得られなくとも政治家を目指すような人なら今の世襲やその他の政治家より国家と国民のために働くと思う。何としても政治家の所得を下げてほしい。低い所得で頑張ると
といったことが世界に知れ渡れば日本の政治家と国民は尊敬されると確信する。歴代の総理を見ていると優秀だから就任しているわけではない、もしくは期待されていたものの、いざなってみると大したことをできなかったことが多いので、誰がなっても大して変わらないのではないかと諦めかけている。そういう意味では若さだけはいいかもしれない。小泉兄弟が公募の予備自衛官になって、その後に公募の即応予備自衛官になってくれたら押します。法律上では議員が予備自衛官任官するのは問題ないはずです。予備自衛官以上になれば少しは自衛隊の中を知ることができ、今後自衛隊の少子化の穴を埋める予備自衛官の活用方法にヒントが生まれてくると思います。すでに市町村議員の中には公募の予備自衛官や即応予備自衛官されている方もいらっしゃるようです。県議や都議では聞いたことがないですが、国会議員で初の公募の予備自衛官、即応予備自衛官になれれば箔もつくと思います。岸田総理はやたらと政治不信という言葉を使うが、現実に起こっているのは政治家不信だ。要するに政治を任せるに値しない政治家がうじゃうじゃいるということじゃないのか。こんな菌にまみれた国会議員はさっさと排除して、真の意味での政策を語れる場を作り上げてもらいたい。そのためには早期の解散総選挙を行うのが一番じゃないかな。基本的に子になれば組織の中にいるよりも目立つ人はいる。私は基本的に組織の中の派閥は嫌いです。組織があるのに派閥がある、組織の上を牛耳りたいので派閥ができる。その中を新しい人が参入するのは生半可なことではない。なのでその派閥に入りたくなければ組織の中でパフォーマンスして目立たなければならない。日本って歴史の中でそういう組織形態で来ているからと、潰さないと大きく変わらないんですよね。小泉進次郎さんは父親が総理であったことで知名度は高いのは事実ですが、これからの総理大臣ということではあまり期待できないです。環境大臣をやっていた時、COP で発言して散々外国を含めた叩かれました。日本の環境大臣としての資質が問われたのです。日本では当時福島原発の処理水の放出という難問がありましたが、彼はその件についてこの先の道筋をつけることはしませんでした。このあたりが実力として疑問に感じている国民も多いのではないかと思います。レジ袋もライドシェアも海外で話題になっているから日本も取り組みましょう的なノリなんですよね。日本のゴミ処理と海外のゴミ処理の違い、リサイクル問題の違いなど深く掘り下げて、それでも取り組む必要があると結論したのなら、ちゃんと説明すれば国民の理解が得られるはずなんだけど、説明能力が足りないのか、そこまで考えていないのか、国民的には後者と思われている節があるから、今のままではトップにはなってほしくないですね。メディア的には女性総理よりもツッコミがいがあって良いのだろうけど、ただみこしは軽い方が担ぎやすいというのもあって、細かいところまでトップダウンで決めるような総理より大枠だけ示して、あとは専門家に任せる方がうまくいく場合もあるので期待はしています。マスコミもいい加減進次郎を担ぎ上げるのは止めてほしいね。日本の総理一人に権限を集中させたいのかね。民主主義の体をなさなくなると思うけどね。この国の良さは総理だけで政策は決まらないというところじゃないのかね。進次郎が総理になろうが何も変わらないから、親父が50歳になるまでは待ったをかけているということを理解できないのかな。50歳を見れば勝負に負けようが勝とうが本人の頑張り次第で今後の余生をどう生きようが構わないってことだろうね。人気だけで政治ができるということではないことを親父はよく知っているんだろうね。進次郎の人気は認めるが実力は果たしてどうかな。うさんくさい政治家どもをまとめるのは並大抵のことじゃいののような腐った政治が続いているんだろうからね。政治を変えるなら有権者の質を変えないと何も変わらないよ。相変わらずの政治が続いてマスコミが騒ぐだけだよ。これが事実であればもう自民党は終わっているということでしょう。彼の能力で混沌の度合いを増しつつある世界情勢を裁けるはずもなく、トランプの餌食となるだけです。今の自民党でまともな政権運営ができるとすれば高市さんぐらいでしょう。そもそも現在の自民党は政権を担う能力を失いつつあり、今後の我が国を担う政党の登場が求められていると思います。揺るぎない保守をどうぜとし、この国の未来を安心して任せることができる政党の指導とその躍進が望まれます。古い長い政党が政権を握っていたため、自分党には甘く公約を守らなく支持した人たちは裏切られた気持ちでしょう。何の仕事しているのか、定年制を設けるのが議員に必要で、政治と金はあいつから問題視されているのか見れば明確だろう。結果、政治の環境で育ったこの方はなってはならない人であると個人的にも痛感します。日本の今後の100年の計を考えれば野田さんが最適任者ではないか。小泉さんは残念ながらまだ42歳と若すぎるのではないか。彼は間違いなく10年後の有力候補者ではないかと確信する。自民党ではないが現時点では野田さんの能力、経験値、人望、
政治家としてのあるべき姿勢と、すべてにおいて現時点でトップではないだろうか。特に最近では政倫審での岸田さんとのやり取りは歴然として、野田元総理の本は誠実かつ真摯な姿勢で総理大臣としての器を持っていると見ていて、いずれもが感じたはず。野田さんなら外交面でもその人望から他国のトップから信頼を寄せられ、安心して外交を託せる方だと思うが、今の自民党に野田さん以上の適任者は不在だ。進次郎は総理の器じゃないでしょう。 W もっと自分の意見をしっかり言えるようにならないと。父の純一郎は鬼人、賢人と言われたけど、自分の意見を分かりやすく伝え実行する行動力や戦略戦術を持っていた。進次郎が総理候補になれるのは、あと10年以上総理の資質を身につける努力を続けてからですね。